こんにちは、モンスターエンジンの西森です。こんにちは、竹千代です。この動画はテイクオリティ低画質でお送りいたします。はい、ということで前回エアクリーナーつけたんですけど、今度はいろんなインプレッションをしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。後方確認、前方確認、全部よし。さあ、まずは窓を閉め切った状態で、ちょっと狭い道、車がいない道を普通に走ってみましょう。さあ、誰もいないところをゆっくり普通に走ってみると、やっぱ普通に走る分には音は聞こえないですね。まあそれはそうですよね。圧力をかけないとプシュプシュは言わないんですけど、ただなんだろうな、なんかエアクリーナーをつけたっていう頭の中に入ってますので、何かが違うなっていう感じはしますよ。さあ、ロードノイズも激しいですね。さあ、そして右に曲がります。ちょっとした坂道ですよ。あ、なんか体感的にというか個人的の快感で、なんかプシューっていう、あの吸い込んでる音が聞こえてきました。で、うっすらプシューンって言ってるんですよ。うお、いいな。で、一時停止をちょっとゆっくり止まりまして、でさらにまっすぐ行きましょう。これ今は普通の走行でございますよ。で、回転数的に言うと2500あたり超えてくると、シューって吸い込んでるような音がなんか前からうっすら聞こえてくるっていう感じですね。さあ、外周してまいりました。あ、ちょっとまっすぐ行こう。で、2000でギアチェンジ、だいたい2000ぐらいでギアチェンジしようかなと。で、2速まで落とすと。で、右に曲がりますよ。おお、なんかね、なんかいいですわ。最近なんかホイールスピンするんですよね。2000ちょいでかいギアチェンジするとか言いながら、普通に2500まで回しちゃってるな。わかんないもんですね、体感的には。おお、それでも音しますよ、プシューって。あの吸い込んでる音がやっぱり大きいですね。すいません、ちょっと2周目でございます。ゆっくり5速まで入れちゃいました。で、5速までゆっくり走っていくと、そこまでエアクリーナーの音は全然しないんですけど、やはり1速2速ですかね。これがすっごい聞こえてくるなっていう感じです。さあ、どうです、ちょっと聞こえてればいいんですけどね。2500か、やっぱり。で、右に曲がりまして、さあ、ぐるぐると周回している竹千代レースでございます。さあ、一体竹千代は何周するのか、皆さんで予想してくださいみたいな、そんな感じですね。で、今3速で1800回転なんですけど、ちょっと窓全開しますね。前も後ろも窓全部開けてます。それで普通で走ってみましょう。さあ、行きますよと言いつつ、目の前には止まれです。さあ、こっから一時停止して、おお、さっきよりやっぱりシューっていう吸い込んでる音がめちゃめちゃ聞こえてきますね。おお、なかなかいいですよ。で、ここで2500ぐらいで、おお、聞こえた、聞こえましたよ。うー、プシューって言ってる。いいな、面白いな。やっぱりこういった車通りの少ないところ、かつちょっとこう周りが壁になっているところとか、反響音がこう聞こえてきそうなところに関しては、マフラーの音じゃないや、エアクリーナーの音がすごい聞こえてくるかなっていう感じですね。で、おーおお、やっぱり2000超えると、もうプシューってエアクリーナーも頑張って仕事をしていくっていう、そういう流れでございましょうかね。さあ、ここま
また外周していきます。で今度上り坂です。2500でいきます。あんまりブーストもかけてないんでやはり大きな音はしませんけども、通常時でもこれ街中を走行しているイメージでございますから、いや音楽しめるんじゃないですかね。あ、ちなみに私のマフラーは純正のマフラーでございます。純正のマフラーだからこそ聞こえるのかもしれませんね。さあ一時停止をいたしまして、一瞬ご夫婦に見られちゃいましたけど、さあ2000で4速まで上げました。うん、なかなか聞こえますね普通に走ってても。ただ大通りはどうなっちゃうんだろうね。さあそしてまた窓を閉めますね。で閉めてから今度ブーストかけますよ。ちょっとあの止まれ右に曲がるんで、そっからかけましょう。皆さん楽しみにしててくださいね。どんな音するんだろうな、すっごい楽しみなんですけど。あ、車来た。さあ曲がりますよ。行くぞかね、思ったほどではないんですよね。よいしょ、ちょっと行っちゃう。あれ、あーシューって、なんか聞こえてるって言えば聞こえてるんですけど、なんかよくわかんないですね。さっきとあんま変わんないかな。ちょっと2速まで落とします。行きますよ。3000回転か、6000、4000ぐらいまで行くか。おお聞こえた。さっきよりエアクリーナー仕事してますよ。うわプションうわプションとかって言ってる。うわ面白い、すっごい面白いわ。で今度は坂道のエアクリーナーどうか、行くぞ。おおなかなか聞こえますね。めちゃくちゃ面白いわ。ほらおお、もう吸い込んでる音も結構音量が大きくなっていましたので、なかなかね、いやこれ面白いわ。そしてエアクリーナーをつけた暁には燃費が悪くなると言われておりますけども、これ気持ち分かりますわ。だって引っ張っちゃいますもん。見ててくださいね、もう余裕で4000ぐらいまで回してますからね。おおなかなかいいわ。そして一つ気づいたのが、ギアチェンジ3000から4000するときに、ちょっと見てくださいね、これ多分ブーブンブーンみたいな感じになるんですけど、いきますよ。これ変わってないな、これ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 は変わらないな。ちょっとエアクリで吸気効率上げたらこれ変わるかなと思ったんですけど、やっぱりコンピューターいじらないとダメっぽいっすね。さあそしてお待ちかね、窓全開のさらに回転数を上げてエアクリーを楽しみましょう。いきますよ。おお、やっぱね聞こえる、すごい聞こえる。さあこのまま2速全開、4000かな。おお気持ちいい。うわめっちゃ気持ちいいですよ。3速まで落としてちょっとブレーキングします。で安全を確認してこっから行きますよ。さあ行くぜ。いやーブンブンっていうのはいいな。おおめっちゃ楽しいわ。これギアチェンジがねすっごい楽しい。ちょっとおおすっごい面白い。今度坂道です。なんか個人的に思ったよりかは音は静かめなのかなっていう感じはしますね。ただやっぱり左側壁があるんですけど、反響音でやっぱバンバン聞こえてきますね。なかなかいいですよこれ。さあ止まれです。あどうしようかな、人がいるからここはちょっと安全運転で行きましょう。おお
そして一つ思ったのが、ブーストかけずにこのまま回転数を上げていってギアチェンジすると、なんか心なしかギアチェンジがめちゃくちゃやりやすくなったんですよね。これはなんかいい利点かなっていう風な感じはいたします。おお、聞こえる聞こえる。でもこれでも十分だな。吸気効率はめちゃくちゃ上がりました。さあ、もう私個人的にも何周してるかわからないんですけど、今度はそのってなんだろうね、今度はエアクリーナーをつけたことによってトルクが下がったっていう感想も皆さんお持ちなんですよね。それちょっと一回試してみようかな。ちょっと1000回転で今4速なんですけど、これでちょっと回してみます。で5速で6速、この辺かな、この辺の、これで5速で立ち上がりどうだ。なんか言われてみれば、あーちょっと低回転のトルクが落ちたかなっていう感じもするんですけど、なんだろうな、ぶっちゃけ純正マフラーはなんですけど、純正マフラーではそんなに体感感じないな。ちょっとこれ2速発進してみますね。ここで坂道なんですけど行きますよ。これで、あー、なるほどなるほど。これね、トルク落ちたっていう感覚がなくて、やっぱりレスポンスが上がってるんで、回転数が一定の回転数になるとシュワーって上がっていくから、そこまでね、なんか個人的にはなんですけど実感はないですね。でここでこれ3速、4速かちょっとあれか、4速でいいや、4速で立ち上がり。まあさすがにターボが効いてくるのが2000ちょい、1500、1800ぐらいだと思うんで、あんまりトルクがないっていうのはこの細い道、車がいない道ではそんなには感じないですね。さあまた帳がやってまいりました。そして目の前には学校がございまして、すくすくと高校生の方ですかね、これ高校なんですけど、学び屋を歩んでるっていう感じでしょうかね。そんなにね、なんかあからさまにトルクが落ちて、うわーふざけんなーっていうのはないですね。さあそして目の前には大きな鉄塔、竹町一律化がございます。さあ今エアクリのインプレッションしてますよという示唆でございますね。示唆っていうのかな、まあ目印でもございますよ。さあ5速でちょっと立ち上がり、まあ確かに5速6速での立ち上がりが少しだけもたつくかなっていう感じはしますけど、これやっぱり高速道路とか大きなバイパス走ってみないとわからないかもしれないですね。ただ一般道、狭い道に関してはそんなにめちゃくちゃ変わったよということはありません。なかなかね面白いですわ。さあこのような感じで狭い道は、音、おお聞こえますね。やっぱ気持ちいいわ、コーンとかですね、ダース・ベイダーの息を吐く音みたいな、そんな感じで面白いですね。コーンコーンコーンみたいな。そしてさらに一つ気づいたんですけど、純正マフラーの音が少し音量上がりましたよ。すんごい聞こえてきますし、やっぱり空気がすんごいシューってストレートで入ってきてる分、燃焼もかなり効率が上がって、マフラーの音が上がったのかなっていう感じもしますし、あとねちょっとね乾いた音してるっていう感じなんですよね、純正マフラーが。なかなかね、あこれいいわ。ただちょっとセッティングとかの問題もあるかもしれないんですけど、仮になんかそこまでマフラーの音は出したくないよ、でももう少し音が欲しいなと思った時は、
エアクリキノコ型つけたら少し変わるかもしれませんよ。これだけでもだいぶ吸気効率変わりますからね。ほら、そう、若干ね、なんか乾いた音がするんですよ。私乾いた音結構好きなので、あ、いいなっていう感じはします。うん、あ、これはこれはいいわ。いやー、さあ、とりあえず狭い道でお前何周してんだよって話なんですけど、これほぼほぼノーカットでお送りしていて、台本もなしでやっておりますので、まあ私の動画はですね、いろんなテーマがごちゃ混ぜになっておりますけども、このキャラ性とですね、低クオリティ低画質は一貫性を持ってやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして台本もなしでやっておりますあ、いいな、ここ曲がろう、今度よいしょ。さあ、そして一回止めますね。おお、あとなんか気になるもんなんかあるかな。やっぱりエアクリの音を楽しんでやるっていうことを考えると、窓を開けた方が実感はめちゃくちゃありますよ。これがなんかね、いい習得というかいやー、いろいろ勉強になるな、これめちゃくちゃ面白いわ。そしてビニールハウスを右に曲がって、なんか知らないですけど、いっぱいタイヤが置いてある。今日この頃なんだろうね、このタイヤすごいな。これ持ってってつけようかな。はい、ということで狭い道はこんな感じでございます。さあ、そしてちょっと大通りに出てみましょうね。さあ、行きますよ。ドアは、ドアじゃないや、窓は閉めた状態で走行します。普通の走行ですね。おお、なんかすげえ、何がすごいって吸気の吸う音がビューンって聞こえてきましたよ。てっきりですね、やっぱりロードノイズとかが激しくてエアクリの音がかき消されちゃうかなっていう、そういうイメージもあったんですけど、いやいやいや、全然もしかしたら面白くエアクリの音が聞こえるかもしれませんね。まずはエアクリの音を楽しんでいきましょう。さあ、行きますよ。普通の走行です。お、やっぱり2500回転あたりからシューってきますね。おお、あ、これは面白いかもしれない。いいぞいいぞいいぞ、頑張れ頑張れ。ちょっと高速になっちゃった。おっと、ここで信号が赤になってしまいました。うん、ドアを閉め切ってる状態ですと、大通りでは吸気音のシューっていう音がすごく聞こえてくる代わりに、吐き出す音はそこまで聞こえてきませんね。ちょっとギアチェンジを楽しみたいからな。ここから、やっぱり皆さんもご想像してた通りかもしれませんね。大通りですとそこまでギアチェンジですとかアクセルを踏み込むということはできませんので、エアクリの音を楽しむっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。ただエアクリを入れてるっていう快感っていうかね、体感がありますから、やっぱり気持ちがちょっと違いますね。すごく楽しいですもうなんか、お前一人で楽しんでんじゃねえよバカ野郎って思っちゃうかもしれませんけども、この助手席目線、そしてこの音声が皆さんに伝わっていただければすごくいいなと思っております。そしてこの停車期間はですね、非常にベラベラと喋ろうと考えて、さあ、そしてもういっかな、窓全開にしちゃっていいですか。実はね、めちゃくちゃ暑いんですよさあ、窓全開にして普通の走行はどうかっていう感じでいきますよ。これ左に曲がりますね。あ、涼しい、冷たい風が吹いてきていいですね。さあ、左、よし、やっぱり普通に走ってる分だとそんなに音は感じませんね。さあ、そしてここどうかな、ちょっとぶん回していいですか笑すいません、めちゃめちゃ気持ちいいわ
さあ、大通りの窓全開はこのような感じですという感じですけども、いや、さっきの狭い道で走っていたら幾分マフラーの音が少し大きくなったかなって話はしたんですが、大通りに来るとそこまでなんか感じはしないかなっていう感じですね。なので車通りが少ない道ですとか、あと峠道とかかな、山道とか走ると純正マフラーでもすごくいい音がして楽しめるんじゃないかななんて勝手ながら思っているんですけど、どうだろうね。さあ、右手はじゃあしばらくもう少しだけちょっと窓全開で普通に走ってみましょう。だいたい私の経験値って2500ぐらいなんだな。で、このアップダウンの表示あるじゃないですか。これね、あのギアチェンジしてくださいよって案内してくれるんですよね。なかなかいいなとは思っております。しかしすっごい燃費を考慮したギアチェンジの、まあ、標識というか表示なので、うーんっていう感じはするんですけどね。あー、やっぱり車通りが多いからかな、かき消されちゃいますね、やっぱ。そしてうっすらとロードノイズも聞こえてきますので、うーんっていう感じはします。ただね、こういう反響音があるところはどこでもパシャンパシャン言ってくれますよ。なんかね、大通りに関しては、まあ、窓を閉めた状態ですとあまり聞こえないんですが、開けた状態ですと、まあ、そこそこ聞こえてきますねっていう適当な、すんごい適当だよな。なんでやめようかなと思ったのが、あの、ね、竹千代峠行こうかなと思うんですよ。竹千代峠だったら面白そうだなと思うんですけど、竹千代峠行きますよ。おおあー、楽しかった。これ竹千代峠でございます。エアクリーナー一つ変えるだけでも、このドライブの感覚がまた気持ち的にすごい変わるっていうのが一番のメリットかなと思いますよ。その吸気効率ですとか、そういったものも意識するのもとってもいいかもしれませんけども、やっぱりドライブ運転の気持ちが変わるっていうのがすっごくいいなと私は思っております。そして目の前には小さな竹千代一律化が見えてまいりました。この右手のやつですね。これはですね、ちなみに私がつけているエアクリーナーはブリッツのなんだっけ、なんたらパワーエアクリーナーってやつですアドバンスパワーなんちゃらってやつだったかな。あのカーボンパワーとは違うもう一つのタイプなんですよね。ただ性能は全く一緒でございますから、ブーストかけないで高回転まで上げてギアチェンジするとどうなるかっていうのも見てみましょうか。ちょっと2速まで落とします。さあ、ここからいきますよ。ゆっくりブーストかけずに徐々に上げていきますやっぱり音はしませんけど、やっぱレスポンスが若干違いますね。だからギアチェンジやりやすいのかな。いや、めちゃくちゃね、ギアチェンジやりやすくなったんですけど、ただ私の一番気になっているブーブーンブーンっていうのは改善はされていないですね。ちょっともう一回引っ張ってみますね。ブーストかけませんよ。前に車がいるな。おお、あ、ギアチェンジやりやすいですこれノーマルでも一緒かもしれないですけどね、私の運転技術が下手くそだったっていうことかもしれません。さあ、大きな高速道路の高架下、こういう高架下やトンネルに行きますとぶん回したくなっちゃいますよね。ほらちょっとトンネル行っちゃいますか。さあ、最後の締め、トンネルの中で皆さんとお別れみたいな感じになっていくかもしれませんけども、トンネルの中はどうなんだろうねって、道間違えた、ごめんなさいやっちまった。さあ、こんなにエアクリーナー楽しんじゃいけませんよ、いい加減にしなさい。なんかめっちゃ見られてるんだけどさあ、ここですね、これ2速まで下げます。後ろに車いないですからね、いきますよ。おお、きれい。あれ、でも思ったほどじゃなかったな。なんかもう少しパシュンパシュンって響いてくれるかなと思ったんですけど、いやー、なんか
思ったほどではありませんでしたね。ただそれでもなかなか面白くパシュパシュ言ってくれたんで、まあよしとしましょうよ。ああ面白かった。はい、ということでいかがでしたでしょうか。このエアクリのインプレッションではございましたけども、これ私の独断と偏見で申しておるにすぎませんけども、皆様にとって何か楽しんでもらえたら嬉しいなと思っております。おお、なんかお祭りやってますよ。さあ、そしていろいろと竹千代 FK7 のチャンネル皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思っております。このように私を祝福してくれてますよ。これはおみこしのお祭り、車3台でございますね。そして各一人一人荷台に乗っておりまして、あの飾り物ですとかおみこしを倒れないように落とさないようにと一生懸命握っておりますよ。そしてギャラリーの皆さんもたくさんいて、写メとか撮ってる人もたくさんいらっしゃいますね。まさにあそこの黒い看板見えますでしょうか。思い出を塗り重ねるという形で、この名にふさわしいお祭りではないでしょうか、なんて勝手ながらね、いろんなこと言っておりますけども。さあ、そして終わりと言っておきながら、なかなか終わらないのがこの竹千代 FK7 のチャンネルでございますよ。私の動画でございますからね。さあ、信号さらにまっすぐ突っ切って、竹千代お前どこに行くんだっていう話なんですが、さあ どこに行くんでしょうね私ね。皆さんがもう一つ気になっているところがあるんじゃないかなと勝手ながら思っているんですよ。そこにね、今から向かって本当にさよならをしたいと思います。これね、垂れ流しでずっと流していたらきっとエアグリのインプレッションで1時間とかなりそうですよ。これ面白そうですね。ある意味エアグリのインプレッションで1時間動画を流してるっていう人は多分いないと思うんですよね。だからこのベラベラ喋っている姿をお楽しみいただきながら、ああエアクリーナーもこんな感じなのかっていうのを、まあ皆さんにお伝えできたらいいなって、まあ一番はそこなんですよね。そして右手にはラーメン屋さんが見えてきて、何やら美味しそう。さあ、そして皆様、少し気になる点が高速道路だと思うんですよ。そう、私は高速道路に走ってインプレッションをしようと思っておりました。いやー、竹千代お前さすが空気読んでるなと思った方はぜひ高評価よろしくお願いいたします。さあ、このね、第三京浜っていうところを走ってみたいと思いますよ。で、今4速で上り坂走ってるんですけど、やっぱりね、ちょっと登録少しないような気もしないでもないですね。ほんと気持ちの誤差っていう感じがいたします。いいですね。やっぱり反響音が左右にあるとすごい聞こえてきます。さあ、そして目の前は竹千代一里塚、目安にして加速していく。加速できなかった。さあ、どうでしょうか。ああ、やっぱ左車線走ってるとすごい聞こえてきますね。ロードノイズも激しいんですけど、でもね、いきますよ。おお、この吸い込んでる音がめちゃくちゃ聞こえてきていいなっていう感じがするんですけど、これめちゃくちゃ詰まってるな。なんだよこれ、普通の一般道と変わんないなっていう感じがするんですけど。うわー、うん、さあ、そしてちょっと窓閉めますね。窓閉めた状態で、おー、プスーって聞こえてきますね。さあ、さらにトロックなんですよね。高速道路でやっぱりトルクがどうなのかってちょっと調べてみたいなと思ってたんですけど、今4速の2000回転なんですよ。これでちょっとアクセル踏むと、まあ全然大丈夫ですね。ごめんなさい、なんかまさかこんなに詰まってると思ってなかったから、いやー、インプレできなかったな。いやー、あと 1.3 キロか。ちょっとね、続きインターっていうところで降りたかったんですけど。おー、これはちょっと話にならないな。ちょっと曲がります。あー、伸びはいいですね。レスポンスは確かにいいですけど、今思いっきり加速してみたところですね、やっぱりなんだろうな、高速域ではわかんない、そんなにわかんない。しかしアクセル踏めば踏むほどパシューンって言ってくれるんですよ。これ音声で聞けたらいいな。さあ、そして
もう高速道路も終わりでございます。こちらの続きインターというところで降りたいと思います。すいません。いや、まさかあんなに混んでるとは思わなかったというか、流れが悪いとは思わなかったな。そしてこの続き PA というところに行きまして、皆さんとお別れしたいと思います。さあ、そしてコーナリング、おお、いいね。さあ、シミクさんはすごいコーナリングですよ。おー、ちょっと遊ばせていただきました、ありがとうございます。さあ、ここの、いや、結構車、うわ、めっちゃめちゃくちゃいるなぁ。そしてこっち側だね。こうやってやりたくなっちゃいますよね。さあ、これでフィナーレとなります。あ、そしてね、あのね、このフロントカメラの面白いところをちょっと見せますね。これ見てください。ちょっとあのナンバー下げたんですけど、下げたことによってちょっとね、見やすくなったんですよ。そしてあの赤のラインテープが一応ね、目印になってて、おお、こんなもんかみたいなね、感じで止めることができて面白いんですよね。これがあのフロントカメラの下げた位置で、なかなか見やすいかなっていう感じなんですけど、ただね、普通の通常モードになるとだいぶ下映っちゃってるんで、これは見づらいんですが、ワイド画面限定で見るだけだと結構ね、見やすいですよ。これにてエアクリのインプレッションは以上となります。いかがでしたでしょうか。少しでも何かの参考になり、そして皆様にとって楽しんでもらえる動画となればいいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それじゃあね、バイバイ。あー、面白かった。いや、めっちゃ面白いわ。そしてね、燃費すごい悪くなって、ガソリンもね、だいぶ減っちゃったわ。まあまあいいや。